マンガンツボ、マンガンツボで逆転できますね。最後あの勝間さんが出そうですからね、ギリギリ望みを残した形となりました。さあ何の3曲、ドラはチーワン、東条の親番です。いい顔してますね。ここでマンガンクラス上がると一旦トップ目に立てます。ドラドラトンもドイツ、これ泣いても5800以上は、チーワン2枚使いたいですね。どうやって使うかですね。7789ですからね、はい、今どうにか使いたいけれども、どう工夫していくでしょうか。そして内川は先ほど久渡さんもおっしゃった通り、マンガンクラス狙いたいですね、はい、見えますか。無理やり作るんだったらどうでしょうね、まあ、3色と 1,2,3 3色とかありましたけど、まあ、それは一回嫌ったような形ですね、はい、さあシラトレは4ドイツ、現在8800点持ちの4着目で親番もありません。この白鳥さんの立場だった時ってどういう狙いになってくるんですか、はい、まあ最高2着かなって感じはしますけど、とりあえず1着ずりの上を目指しますね。はい、3着、そしてまあオーラスの条件2着になれたらとっても嬉しい。2着までは2300点差です。赤と持ってきました。登場、これ G1 1枚使えなくてもいいような気がしてきました。そうですね、トーンを仕掛けた時にまあ、どうするかな。パーマン級の落としとかもあるってことですか。さあ内川もドラを持ってきました。例えば関数層から泣いちゃって単ヤオかトンの後付け、うん、みたいな形に構えることもありますね、はい、あ素敵ですね、なんだろうこれは。とりあえずパーピン入りなりますね。だいぶいいぞいいぞ、これ泣こうって言っていた数層じゃないですか、はい、いいシャンテン、素晴らしいシャンテンになりました。もうドラ出てってもね、リーチまでいけたら十分です、うん、いいシャンテンですが、トーンをポンして、はい、パーワン Q1 払いはありますね。まだあると思います。それでも両面両面のいいシャンテンですよね、はい、1万2000円は嬉しすぎる。面前で入るのが一番分かりやすいんですけど、打点が確保されるから。うわこれ泣こうって言ってた、はい、全部持ってくるじゃないですか。え、受けの広さだとチーマンですか。そうですね、ただ仕掛けとか考えるとパワーキューはあります。チーマン切りシンプルに行こう、この構想でもローピン重なりとかじゃない限り赤もドラも使い切れますね、はい、まあ、どうやっても1万2000にはなる、はい、1万その後短期はいろいろ変えていくこともできますが、す、ね、これは渋々リーチですね。レアマリーチ打ったら1万2000、リーチトンドラーカ1万2000以上確定の転敗です。リャンウーマ町これすっごい使われてますね。6枚使われてる、で場にリャンマ1枚、ウーマ1枚だけ山に残ってます。あ、うん、これはでも行きたくなってきましたね。行きたくなってきた。これリャンマンが余る未来結構ありません。あります。サブローソも通ってない。どうしますか。まっすぐ行くと、まあ、リャンマンが3層になるんですけど、ちょっとそうかな。ドラのチーマンかなり安全に行きました、はい、進めなかった。親に打つと4着の危険がありますね。ちょっとまっすぐ行きづらいですね。確かに、はい、2筋通さなきゃいけないし、うん、押すときはかなりビシッと押す印象のある内川ですけれども、ここは一旦下がりました。ただこちらの手結構苦しいかもしれませんね、うん、赤切りリーチに、そっかチーピンを白鳥が通しています。さあ東条の上がり牌、山にはウーマン1枚のみ。ただ1枚あれば東条ここでの1万2000は一旦トップ目に立つことができます。どれぐらい白鳥くんがまっすぐ行くかですね。あとはこれはでもチーピンは切りやすかった、パーソーは現物、そして通っていない牌を持ってきました。地牌は全部チートイツで狙い頃なんですよね。はい、南白チューン、南から切っていった。これ南だけション牌じゃないですか。そうですね、白チューンは1枚切れずつですよね。かなり上がりを強く見てる、うん、1枚切れの地牌でフィニッシュさせたい。白チューンは置いておきたい。今通してる。
さあどうだ、ウーマン残り1枚の行方が気になるところ。勝又はなんかもう安心して見ていられますね。なんかそうですね、まあ、白鳥くんが結構戦ってそうな雰囲気あると思うんで、ね、はい、降りてる人が切ってる範囲ではないですもんね、うん、さあ外った、はい、さあウーマンがどこに行くんだ。シャンテンになりました。ランピンは現物ですね。やっぱりシャンテンは行くんですね。これこれラスト1枚のウーマン引き入れたら天敗じゃないですか。ただただ切る牌が、うん、スーソーですか。スーソーはそこまではいかなそうですね。うん、危険は犯したくないですもんね、はい、トップ目から。上がりを決めてからはもう息を潜めている、うん、大事ですね、うん、はい、久田さんもそういうところありますよねすっごい存在感を放っている時と、もう、うん、もうさらっと守っている時と、まだね、絶対1局に1人しか上がれないですから ね、見極め、まあ、勝間さんはやっぱり上手だと思います、さあ、さて安全牌はいっぱいありますよ。数万が打てるが、数万その後の仕掛け考えてます。キューピンポンとか、お確かにポンとかはね、うん、この自分の手番の時に考えておかないといけません。ローソーが中筋なんですよね、3層9層切れてますから、うん、キューピンはポンしやすいけど、ただ数層が打ちづらいから、数層うーわん、ここに来た、ラスト1枚ここに来ました。東条の上がり牌が山からなくなりました。かなり終盤まで残ってはいましたが、これ上がりたかったですね。上がったね、そうですね。赤ウピンが出ない形で役割だったら、黙ってももしかしたらあったのかもしれないけど、今回はリーチをかけることにより1万2000以上が確定するという形になってしまいました、7700ではちょっと物足りない、物足りなさを感じることが多いです、僕も。私もそう思う。久里さんはリーチかけてると思ってます。東条の本手リーチ、今回は上がり牌、もともと少なかったところさらに吸収されてしまいました。勝又は盤石の手組み、もう9ピンを切ってしっかりと受けている。あーテンパった、スーソー短期テンパ大きいですね。はい、シラトリもね、はい、そうもう一曲ありますからね。有力となりましたリーチの登場、そして最後の最後にチートイツテンパイを入れた白鳥、この2人のテンパイで流局です。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。またこの曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。